このみかんっていうのは結構ずっと好きなんですか？みかんはずっとちっちゃい時からずっと好きです。あ、はい、いつ頃からこれ見分けられるようになったんですか？小さい実家が鳥取なんですけど、小さい時はよく箱買いをしてもらっていたので、はいはいはい、まあ、ちょっと幼いながらにも美味しいもの食べたいなっていうので、その自然と身につけていったっていう感じです。なんか誰かに披露したりしたことあるんですか、この見極めは？知人とかにはないんですけど、ただ家族の中では私が甘いみかんを選ぶ担当でした。おー、かわいらしい。知人にはないですか？なんかそういうタイミングなかったんですか？そうですね。でもなんかちょっとこうまだね、出会って数秒しか経ってないですけど、そのご家族に甘やかされて育ったんじゃないかなっていう、もうこれ憶測、決めつけこの上ない話ですけど。いや、確かに末っ子なので、もしかしたら可能性は、でも自信はあります。あ、そっかそっか。で、ちなみにどうやって見極めてるんですか？私は皮の張り加減を触って見極めてるんですけど、柔らかすぎるとちょっとこう甘すぎるとか、ピーク越しちゃってるものもあるかなっていうので、経験で思ってるので、ちょうどいい塩梅のもので判断してます。まあでもちょっとやってみたいですよね。まあ、これはもうね、そうですね。ってもらって、せっかくなんで今回こたつも用意して雰囲気を出してやろうと思いますので、ちょっとこたつをじゃあ、もちろん、こたついいですね。雰囲気です、雰囲気で、雰囲気だけなんでね。雰囲気だけですけど、いやもう大丈夫です、なしで。なしどう、いる？いやー、もうこの場でやって、なんか靴脱いだりしなきゃないし。確かに靴は脱げますけど。あった方がいいですか？絵っていうことですか？絵的にってことですね。冬だしみたいな。確かに確かに。ああ、そうですか。まあまあ、じゃあ、まあ、そういうことなら、はい、いいですか？どうやって選ぶんでしょう？結構な数あるよこれ。もう今選んでますか？はい。あ、触って触って選びます。触って選ぶ、あ、一個一個、そっか、これ時間かかるな。全部触る気？いいじゃないですか。相当数50個ぐらいあるんじゃないこれ。全部は触んないでしょ。パーッと見てなんか当たりつけて、確かにそうです。これとこれとこう比べて比較してこうね。でもさ、春日が言うようにさ、甘いのも見つけてほしいし、うん、甘くないのも見つけて、はい、それで比べたいよね、はい、そうじゃないと基準がね。確かにそうですね。じゃあ比較対象として甘いものとそうでないものも選べるということで、はい、2つ選んでみましょうか。そうですね、いいですか？はい、うん、もちろんです。決まりました？なんとなく、お、決まりました。はい、甘いのはこっちです。あ、で甘くないものは多分こっちです。自信はあります。ではまず甘い方から食べてみましょうか。うん、そうですね、うん、お願いします。藤田さんが自信を持って選んだみかんの味をまずは春日さんに確認していただきます。いただきますね。まず普通に感想として甘くないと話にならないよ。うん、うん、どうですか？まあまあ甘い。まあまあ甘い、まあ、とんでもなく甘いってこともないけど、だみかんの種類によってそれあるじゃない。若林さんも、うん、はいはい、うん、うんうんうん、あーでも甘いけどこれ大丈夫かなっていうぐらい。甘いわけではない。そうそうそう、なんかすごいなんか 甘さを待ってた甘さが結構上になっちゃってて。なるほど、次の比較対象で分かりますね。だからそうでもないやつを食べる。そうだね、そうですね、本当そうだね、お願いします。これはそうでもない、はい、うん、見た目はもう変わんないよね、うん、そうですね、さっきのね、みかんと甘さはあまりないんじゃないかというみかんです。どう？うん、まあそう言われてみると微妙な反応です。しょっぱいね、なんか、あーあー、なるほど。
あ、やっぱり最初の方が甘いですけど、好みとしては俺は酸っぱい方が好きですね。待ってくださいよ。選んでくれた意味ですよ。それはしょうがないね、個人のね感想だから。